ことは、そうですね。バケツに入れて。大事なと燃えるよ。Thank you.
どうも。炎上じゃない。
大変お疲れ様でございました。ただいまから閉会式を行います。はじめに青葉消防署長より公表をいただきます。立山署長の。消防隊と消防隊にですね、連携によります防護訓練でございますけれども、こちらの方には放水銃がございますので、放水銃を活用いたしましてですね、大変実践的な訓練がされたというふうに拝見をしております。3月11日、去年の3月11日でございますけれども、鉄道大震災を拝見をしたという形でですね、逆に震災を受けまして、その工場の限界であったりですね、皆様、町内方、町内会の方、巨人ボカクラブの方、このようなですね、東京の大切さをですね、改めて、知ったというところでございます。このような東照宮のようなですね、ポルトガイ、これをですね、後世に守る、後世に受け継いでいくというためにはですね、神社の所有者の方はもちろんでございますけれども、消防機関、そしてですね、地域の皆様方のですね、ご協力を得ながらですね、自助、共助、公助、この環境づくりをしていかなければならないというふうに考えております。今後ともですね、小松市の市長で考えてございますけれども、こちらの方のですね、消防団と連携をしましてですね、万全の体制を取っていきたいと思います。よろしくお願いをいたしまして、本日の公表をさせていただきます。以上でございます。はい、ありがとうございました。次に青葉消防団長よりご挨拶をいただきます。熊谷団長、よろしくお願いします。改めて
あら、どうも。大変だった。